主禅中、主禅中は、五代皇陵の初代皇帝。平号は大祖。意味側はじめ恩であったが、高僧の乱の際の皇で当朝より禅中の名が、歌詞され、さらに皇帝即位後に明と改めた。大中六年、八百五十二年、宗州山形の牛溝里に儒学を教えていた、朱間こと、守護教と称されたの三男として生まれる。 家は貧しく少年時代に父を失ったため、二人の兄と共に母の大恩に連れられ、親戚にあたる証券の富豪の竜隆氏の家でおざく、畑仕事や家畜の世話をしていた。だが、周厚氏は、畑仕事など平凡で退屈な仕事と、頭から馬鹿にして少しも性を出さず、武に興味を示し、独学で傍術や憲法の腕を上げて、ごろつき主さん。 死刑の三男の意と呼ばれたという。気象も荒く里人の多くに嫌われ、主人の竜隆からはたびたび杖や無知で咎めを受けたが、竜隆の母だけは高く評価し常にかばったという。高僧の乱が勃発すると、時刑の主有と共に乱に参加し頭角を表した。主有はその中途で戦死したという。広秋元年、百八十年に高層軍が長安を落とした後、 夏州節土市であった諸葛曹を投降させる。その後東南方面の戦法を任され、内洋を攻め落とすなど軍港を立てたが、川中節土市、王茂の軍に何度も敗れ、高僧に救援を求めたが、左軍師の猛会に要請を握りつぶされた。また、高僧軍内に、形勢不利の風文が流れたため、側近たちと語らって高僧が派遣した、官軍師の玄実る義理。 大手芸に投稿した。奇想はこれを聞いて、世間たまものよなりと喜んだと言われる。その後は、官軍側として、諸侯軍と共に、高僧軍を長安から追い落とした。この先行で当庁から左近後栄大将軍、川中公栄副将闘士の地位を与えられ、則武軍節度史に昇進した。また皇帝に忠誠を誓う意味である、全中の名を賜った。 主前中は共に、高層軍と戦った、利活用と朝廷の実権をめぐって争うことになる。高層軍に押されて、支えきれなくなった際に、利活用に救われた恩義があったため、盛大な縁を開きへり下ってもてなしたが、一本気な利活用は、主前中の存在が、頭から気に食わず、この接待は、帰っていやらしく見えたという。救援の礼を丁重に述べても、利活用から、 朝廷のために賊を討っただけであり、礼を言われる覚えはない。それに構想は起源の元の君主。さぞや戦いにくいでしょうなと憎まれ口を叩かれ、それでも怒りを抑え作り笑いを浮かべながら、手厚くもてなした。そして利活用と部下らが明定したのを見計らい一軍の兵を率いて襲撃した。利活用は部下に水をかけられて、目を覚ますと、直ちに応戦し、包囲を破って城外に逃げ延びた。 ここに、両者は、不具体験の旧敵同士として争うことになった。軍略では、利活用に遅れをとる主前中だが、知略で分かった。武略一辺倒の利活用は、前中の政略と暴略に次第に抑えられ、主前中が、党長の実権を掌握するに至る。その党長もすでに、長安一帯を保持するだけの地方政権に過ぎなく、なっており、天下は、節度し、 ハンチンらが各地で自立、拡挙する状態になっていた。天遊元年、904年1月、主前中は、昇州に圧力をかけ、自分の拠点である落葉に戸を移し、8月に仮この主、雄康と、氏、宿に命じて、昇州を死し、後にその罪を二人に着せて中殺した。昇州の旧男の相手を定位につけて、前場の準備を整えた前中を、 長兄の主、前明は、主産よ、何時が、天使になろうとは、何たることか。元を正せば、高僧の一味のお前を引き立ててくださった陛下の、ご恩報いるどころか、三百年の社職を奪うとはこの、愚か者め、と罵倒した。その直後に、長男の友博士が創生し、前中は、悲嘆に暮れた。天遊二年、九百五年、福神のリブリ、ズテルラが、 当の交換らを郊外へ沈めるべきと権限すると、主前中は、ハイクルル、ドクコソン、サイエン、オウヒロシ、チ高官三十四交換人を、カナンの県上などの下級地方官に一斉に左遷し、認知に向かわせる、途中の白馬駅で処刑して、遺体を郊外に放棄したと伝えられる、白馬の家。この事件をもって、中国の貴族性は、完全に崩壊したと考えられている。 天遊四年、9 0七年3月、主前中は相手から禅城を受けて、国号を、領と定め新しい王朝、公領を開いた。また、意味なお前中から明に改めた。三党の聖院王に降格された、相手、李は、開兵二年、9百8年に、総州で独殺された。主明、大祖は、李活用と徹底して対立した。開平二年、 908年に、利活用が死去すると、その混乱をついて、上等、現在の賛成省長治史上トークを攻めたが、利活用の後継者、リアリ次へに敗れて、広陵軍は壊滅した。以後、広陵軍は、リアリ次への進む軍の構成の前に次第に、押されるようになる。また大祖は、生来から、女性関係に節度が乏しい公職化で、 見境のない乱入を繰り返した。天婦人と称された、制裁、長子がこの頃死去し、公職はさらに見境がなくなり、各地に封じていたモロコの制裁をとに止めて、近くにはべらせ、通じるようになった。特にカリコである、広子王子とも分の妻、王子は、美人で大祖の長愛も深かった。その淫乱が過ぎたためか、晩年は、病気がちとなった。寒化2年。 1912年、病の重くなった大祖は、王子との関係から仮子とも分の立大使を図る。しかし、実施の栄養士とも、K の妻の長子がこれを知って、ともに告げた。ともは、素行が悪いために、父から礼遇されており、とも分への偏愛にも不満を抱いていた。大祖は、後継体制を確実なものにしようと、とも、慶を、来週史史に祖先し遠ざけた。 当時大祖は左遷した人物の大半を殺害しており、ともけいは将来に不安を覚えた。ともけいは大祖の進化に対する暴虐に不満を抱いていた。左流子軍、この江軍と結託し、手勢500名を率いて宮中に押し入った。大祖は看病を受けていたが全員逃走してしまって事情がわからず反乱を起こしたのは誰か。と聞き、ともけいが出てきたのを見て、 私は早く貴様を殺してくべきだった。残念だと述べて観念した。大祖は友慶に腹を刺されて殺害され、定位を奪われた。去年六十一。現代の中国では、朱繕中は高僧の乱を頓挫させた裏切り者として高い評価が与えられていない。名の表記は、新登場による、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。